はい、では、本日より三木組、ポルノグラファーフレーバックグランクになります。よろしくお願いします。足取りが、こちらのお二人、はい、ああ、そうか、ごめんなさい、分かってます、分かってます、食べよう、好きなの、落ち着いて、こういう時、あ、でもすごい人が近いってなんか久しぶりだな。大丈夫です。本当に。もう、いやよ。いやよ。ありがとうございます。はい。関係性が。あ、いい感じです。いい感じです。キラキラしすぎなんだよ。ちょっと、ラブシーン。あ、そうですね。ファーストにして最大の。いや、でも、台本読んでいろいろ想像はしててやってるんですけど、でもだいたい段取りの時にこう実際にね体合わせてやると変わるんで、その台本段取りでやった時になんか感じたことをこのままやろうかなと思ってるんで、今はそんなにあんまりドキドキはしてない。だから実際布団寝て体合わせるといろいろと多分見えてくる、うんうん、なんか竹添さんもね布団の中でどう動いてくるか分かんないしね。でなんか僕ら意外とそんなに絡んでないじゃないですか、うん、今まで吉田さんとは結構あったけど、うん、今回はほぼほぼあのホテルに初めてですよね。あの僕ちょっとなんか初めてなんですよ、ね、そういう意味ではまだ、ね、なんかあんまり想像できてない、ね、おはんはん言って上で脱すパターンだと思う。ここでバッて、もうバッて、はい、バーのパターン、バッてなって、はい、匂いほにゃららっていうパターン